っていうか、これなんだっけ、モクレンだっけ、これはまだこれからかな、つぼみがいっぱいついてる感じかな、終わってんのかな、わかんねえ。でも咲いてるの立派だよね、これからだよね、これね、そうそう、つぼみ、これから咲くんだ、ちょっと早かったですね。なんかでもいい香りしてんな、うん、本当はね。よいしょ、転びそう。はあ、いやー、なんかこうのんびりするで、パソコンの画面を眺めてんのと違って目にも本当に良さそうですね、これは。まあ、こういうとこにバイオリン持ってきて弾いてもね、人から黙れって言われないぐらいね、上手になればいいけど。あの黒い鳥変わってんじゃない？ね、あの黒い鳥あんまり見た記憶ないよね。いや、カワセミあんな大きくないでしょ。そんな巨大なカワセミはちょっと知らないよ。サギぐらいの大きさあるじゃない？いや、クロサギ、サギの格好してないもんね。典型的なサギの格好は。ああ、いい季節ですね。今キツツキが鳴きましたけど、まあ入ってないでしょうね、このマイクじゃ。あ、さっきの私が名前を知らないと言った木の説明はここにありました。シプレス・デ・ロス・パンターノス。シプレスというのが、まあ、これだけだと糸杉という意味ですね。でパンターノスというのが、まあ、池とかね、ちょっと水があるところだから、そういった池とか、水のあるところの糸杉というふうに呼ばれているようです。水性糸杉、そんな感じでしょうかね。こちらは人が多いようです。お、国鳥もいますね。このカメラはかなり広角ですから、遠くの方はかなり小さく映ってるでしょうね。ここはいつもカメの甲羅干しの場です。必ずあそこいいよね。国鳥がいるね。
ちょっとじゃあ、パラシオクリスタルの中も覗いてみましょうか。まあ、中は特に何かの展示をやってるわけじゃないようです。今日はに出入り口分けて、いや特に何もそこから見たら見えるでしょ。うん、並んでるね。中はなんかあれだね、煙ってるようになってる。なんか最初このガラス越し見たから中が曇って見えるのかなと思ったら、ガラス越しはなくてもなんか完全に霧がかかってなってます。これが今日の展示なんでしょう。こういう展示が中は霧がかかったようになってるんです。いやいや、もうこの列に並んで早いのちょっとね、やめときましょう。まあ、現在このパラシオデクリスタルは、アトーチャの前にあるソフィア王妃近代芸術センターの管轄になってますね。その中の一部として扱われて、まあ、運営されているようです。いいですね、こういう綺麗に弾ける人はね、ギターでもね。昔よく旅先でああいうギターリストから独自の録音の CD をね買ったもんですけど、ないことそういう経験もなくなりました。この曲が入ると著作権の問題が出るかもわからない。どうやろう。ややこしいな、もう音楽が入るとね、本当ややこしい時代になりました。はい、この木では鳩がせっせと花を食べてます。花びら生で食べて美味しいんでしょうかね。鳥の声がすごいね。
と教えていいのかな。はい、アルカチョファの噴水までやってきました。アルカチョファっていうのはこの噴水の一番上に乗っかっているあのデザインですね。アーティチョークですね、日本ではね。アーティチョークの噴水、この噴水の横に池ですね。池があります。カフェテリアと池。まあこの辺りはいつも人がね集まってくるとこです。賑やかです。はい、なんか大きな船が動いてんね。バルコソナル、ああ太陽電池で動く船なんだ。だからあんな変わったね、平べったい天井なんだね。屋根か、なるほど。まあ船遊びもいいけど、これも暑いよな、逃げ場ないからな。ソーラーパネルの屋根付きの船だったらだいぶ涼しいかもしれないね。まあ、カメラを持ってここに来たことは何回かありますけど、ボートに乗ってる方々をズームレンズでね撮ったりして、随分遊びましたが、ビデオカメラ持ってくるのは今回が初めてです。あの前方の、上に騎馬像が乗っかってるね、あのモニュメントも騎馬像のすぐ下にガラス張りの、まあ何て言うんでしょう、お部屋があって、そこまでこう登って展望台として1年前2年前だったよね、工事が終わって再オープンして、その後またしばらく閉じてるとか、何回かそんなニュースが繰り返されて、今現在あれが開いてるのかどうかちょっと未確認です。同じ顔をしてる二人。
うん、人が集まってますね。やっぱり閉まってんだね。張り合いも何にもないやんね。やってないね、してもなんかね、なんか現在やってませんとかな、いついつ開ける予定ですとか、なんかないの。広い公園ですね。隅から隅まで回ってたらもう本当体力が尽きてしまいます。なんとなく戻る方向にはでっか。この赤いのは何なんだろうね。葉っぱか。歩いてるとやっぱ暑くなってきたね、これはね。帽子が必需品となってきました。突然だけどね、この変化は。曇ってるか晴れてるかで、夏か冬かっていうね、この違いだよ、これは。前方はね、ちょっとこう、あそこからストーンと、高度が落ちますから、低くなりますから、ちょっとこう、見渡しが、いい感じなんですね。でみんなが集まって、溜まって写真を撮るところです。行ってみましょう。しかしこうグループ観光が増えたね。パパ。はい。この木の刈り方が面白いよね。なかなか日本にはないこの刈り方ね。この曲もちょっとさっき引っかかんだろうな、きっとな。もう困ったもんだ。あとで全部これ消さないといけない。上から行こう。賑やかな通りを避けて、本当の脇道はこんなんじゃないですけどね。もっと静かなとこいっぱいありますけど、ちょい脇道を通りました。秋は綺麗なとこだけどね、こういうところ。本当いろんな曲を弾いてくれるのはいいんだけど、
面倒な時代になりましたね。あの曲が入るとそのまま、こんなお話しながら公開もできないというビデオになってしまいます。ああそうそう、まだないから。はい、まあ、まん丸いスズメだね。まん丸いスズメ、外向いちゃいました。お、こっち見た、ふわふわだね。アヒルか、アヒルかガチョウかよくわからないけどね。どういったじゃあ、だんだんと出口へと近づいてきました。まあ、出口って言いますけど、出口はいくつもあるんですけどね。最初に入った同じ出入り口へと近づいてきました。
こっちへ行こう。まあ、歩きやすいのはこっちだよな。人は多いけど。白い車が一回行っちゃおうか。赤信号で渡るのも、ああもういいえ。ああいうのする人は自分でもよくやってるやな、きっとな。カメラ持って。すぐに気がつくのは、さっきの本屋さん通りですが、少し賑やかになったでしょうか。この道の両サイドに見えている木で、何色っていうの？黄色っぽい実？センダンの実ですね。センダンの実、黄色っぽいっていうのかな、まあ、ちょうどこの本屋さんのテントみたいな色ね、この実ね、世界的に本離れが、物理的な本離れね、そのデジタルの、書物に時代が変わってきて、この物理的に紙で作った本、これがこの文化が廃れていってるということですけども、スペインはその中ではよっぽどそれが遅いと言いますか、やっぱり本のファンというのはね、愛好家というのは未だにたくさん残っている国だと言われてますね。今これプラド美術館の前に続くね、この道、歩行者天国です。